どうも、雨上がり決勝の宮迫です。何何がですか。いや、だからいきなり車乗って、はい、移動やとしか聞いてないから。今日は移動します。宮迫さんに会いたがってる方がいるんですよ、うん、なんか怖いわ、もうそういうの。なんで、嬉しいことじゃないですか。まあ会いたいと思ってくれてんのはな。はい、なんで言わへんねん。誰に会いに行くねん。それはだから言わないです。テンション上がる。あの、そうです、あの業界では有名な方なんで。あの業界。はい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 。おわーってなんの俺が。なると思いますよ。楽しみにしててください。楽しみ。いや、なんか怖いわ。絶対ええことなはずないもん。そんなことない、信じてくださいよ。違う違う、もう大体こういうのはなんか俺の嫌なことをさせるようなことやろ。そういう時もありますけど、今日に関してはもう本当に安心していただいて大丈夫です。安心してええの。はい、大丈夫です。嘘やったらほぼボコボコにするで。あ、全言撤回します。撤回すんのかい。そうです、そうです。はい、宮迫さん。おい、渋谷センター街に到着しました。センター街のど真ん中やねん。センター街のセンターにおりますよ。もうドキドキすんねん、人多いの。なんやねん。こちらです、進んでください。怖い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 、もう見えてる。ヒロシか。なんやねん、また。何やってくれました。やってくれた。違う違う違う、怖い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 。何、中入りましょう、中入りましょう。うわもう何、うわもう絶対嫌なやつや。やってくれましたね。何がやねん。登場毎回一緒やな。いや、今回は宮迫さんじゃないんですよ。何、堤くんと錦野くん。何したんや。どうしたんすか。やってくれたな。何すか何すか何すか。身に覚えがないです。動画を送ってくれたんですよ。僕が前にエンディング、俺だけ乗ってねえじゃねえか。あ、言うてた言うてた、言いましたよね。うそしたら堤くんがエンディング乗せましたよ。あ、はいはいはい、品川さん映ってますよ。はい、俺言うて、あのちゃんと品川乗せときやっつって。 0.5 秒っすそれはやったな。 いじってんでしょ。いろいろ素材やって大変だったんですよ。いや、あれ二度発じゃなかったら絶対分かってないんですよ。これで、ね、俺って認識できる。もうこれぐらいの覚悟。やってくれたな。それは悪いで、お前ら。あとは宮迫さんのチャンネルの人がね、やっぱ僕の YouTube も来てくれてるし、うん、はいはいはい、宮迫さんはいつも使ってくれてありがとうございます、はい、あ、それすごいコメント欄にはあるよ。めちゃくちゃ書いてくれるんですけど、うん、こちらこそだわ。俺のバリバリ人気のない YouTube と宮迫さん、はいはいはい、俺からしたら得しかない、はあはあ、感謝したのかい。感謝した、感謝したのかい。感謝したのかい。もうよう分かる、情緒がよう分かる。ありがとうと言ったのかい。言ったらいいやん。ありがとうございますって。いいやん、センター街ですよ、ここ。感謝の意味を込めて、はいはいはい、宮迫さんが大好きなお化け屋敷。もうええねん。僕が作ったわけじゃないんですけど、なんなん、お化け屋敷、この音響がめちゃめちゃ怖いお化け屋敷を作ったんですけど、そのお化け屋敷につながるショートムービー僕が撮ったんで、うん、そのショートムービーを見るとここにそのお化けが出てくる。より怖いね。はい、いや違うね、感謝したろかいって感謝してるわけでしょ。だから宮迫さん大好きなお化け屋敷。お前長い付き合いで知ってるやん。俺がもう超びっくりしような。超びっくり、一番嫌や。びっくりはないです。絶対嘘や。言うのは大丈夫ですよね。あ、俺はあのこれ何回も言うけど、はい、びっくりしようなだけで全く一緒。幽霊とかの人が心霊スポットとか、はい、もう平気でガンガン行けるタイプ。だこれ僕全く一緒なんですよ。幽霊信じない、ただびっくり症、はい、だからこれびっくりはないですか、はい、そちらかといえば。なるほどなるほど。じとーっと怖がらせる、大丈夫です。あ、ただもう一個文句ありますけど、皆さん。何何何。もうこれはあの特殊メイクの世界的な特殊メイクアップアーティストの方がプロデュースなさってる。はいはい、うめえ特殊メイクアップアーティスト。違う違う違う、これはこれは熊取り整形をしたんや。メイクがすごいって言ってるのに目が壮大な、壮大なね。まだ目が
手術の次の日とかの顔がもうほんまの特殊メイクやったから。奥さんが撮ってくれた画像を見せてもらいましたけど、うん、そっちの方が怖いから。そうやで、やめてください。いつもあの、あなたさ、うちのチャンネルをほんまに宣伝媒体ですから。だから感謝したろかい。いや、感謝したろ。リスタートもなんか見に行きますとかコメント欄いっぱいあったで。だからもう感謝したろかい。まずこれを見んの。これを見ていただけると、これがストーリー。はい、品川さん監督の。これが、はい、品川博士が撮ったやつね。はい。うわぁ、もう追っかけたくない。うわぁ、いいな。何してんの。行けないで、皆さん。しんどいしんどいしんどい。うわぁ、怖怖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 怖これはあかんぞ。これはあかんかんかん。これやばいっすね。こんなもん見た後にこんなとこ入られへん。この中がその家です。バカ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 。ダメ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 。お三人ともどうぞ。僕らもそう。もうどうぞどうぞどうぞ。これはダメだ。もう聞いてない聞いてない。宮迫さんだけって。入ります。もうだってもうあれやんか、映像でもびっくりしたやんか。いや、あのもうこれは本当びっくりさせることない。もう嫌やねん、こんな昼の。もうランチしよう。中でランチ。ランチ、中でランチなんかできへん。どうなんの、入ったら勝手にスタートするの。スタートします。あの、立ってていただいて、中で説明します。もうほんまにやねんけど。もう行くか。うわ、血ついてる。怖っ怖っ怖っ。うわ、怖っ。ちょっと待って、あかんかも。あかんかもしれん。絶対、あ、びっくりした。スタートの人。急に走ったらやめてください。すみません。めちゃくちゃ笑顔なんだよな。ちょっとほんまに入るのこれ。歩かなくていいタイプなんだよ、この。いればいいです。あれ、立ってれば大丈夫。ミシンあるし、あの、さっきのミシンが。どうぞ。ほんまに？いや、はい。ちょっとほんまに。まだ始まらない。で、壁に背中をつけた状態で、はい。はい、その状態ですね。その状態でお楽しみください。怖い怖い。いや、楽しめない。はい。で、鎖の方にあまり近づくと危険ですので、壁に張り付いた状態で体感してください。入りな、ほら。では、行ってらっしゃいませ、はい、うわぁ、ちょっと。じゃあ、こっち来。え、そこさん単体で撮ってる。うわぁ、ちょっとマジやだ。ほんまにや。うわぁ、ほんまに無理なんですよ。最悪も。ヤドさん、これはあかんぞ。ヤドさん、これも最悪や。やってくれたな。やってくれたな。ヤドさん、最悪だ。痛い。五十肩が。宮迫さんだけって言ったじゃないですか。なんで僕は見ないといけないんですか、これ。やってくれたな。ありがとうございます。どうしました。五十肩。でも頻繁に痛い。そういう仕掛けあんのかなと思いましたもん。あー、もう力入って五十肩が。あんまり動かしとかないんですよ。
ふざけんなよ脅かししかないやろこれはあかんねでも普通のお化け屋敷と違うでしょ全然違うむちゃくちゃ怖いぞこれこれはあかんで楽しんでいただきました楽しめるかこれはあかんなこれはあかん音がすごいねすごいとにかく振動もかなりリアルで、これやばい、これやばいっすよいややっぱお化け屋敷といえば宮迫さんっていうのあったんで車めっちゃ揺れてましたよ俺こういう系の歴代最強かももうほんまこんなこれはやばいしかもストーリー直前に見てるからやばいっすねほんまにだってなんやこれこういうの好きな人はもうたまらんと思ういやでしょうねこれは僕みたいなタイプの人は気をつけてくださいああ楽しいあ僕途中からずっと宮迫さんに掴まれてましたああ楽しいああ怖かったありがとうございましたいやありがとうございましたよねただほんまにすごいですすごい本当にすごいちょっとこれはやばかったなこれでもリアルな話すると俺が作ったお化け屋敷じゃなくてショートムービーは俺だから、はいはい、この後はなんか東京タワー行ったりあなるほどあと式で山陽ピューロランド山陽ピューロランドぜひいろいろホームページで調べてもらって、はい、概要欄に概要欄で情報貼っときますのでぜひ好きな人はほんまたまらないと思いますもうとにかく音の凄さとでも一つの場所でこれが体験できるのは多分相当面白いと思います一生僕は入らないですけどまた何か文句あったら来るからもうええぞお前もうすなよちゃんと流せちょっと今回僕らも来ましたからちょっとのことで見つけてくるからありがとうございます本当にありがとうございましたありがとうございました、はい、どうぞ体験してくださいありがとうございますはい。この家から出ないから絶対にこの家から出ていかないからね満たされないし満たされたって満たされないし何もかもいらねえな狭小狭大の恐怖体験無眼解禁宮迫さん